ジョルノ、ビクついても始まらない。今は堂々と食おう。ええ、分かっています。しかし警戒は必要です。例えば食事に毒を入れられるという危険もあり得る。なっ、てめえ何しやがるんだ。ああ、どうしてくれるんだ、このガキ。弁償できんのか。400万リラのスーツだぞ。わまたれだな。敵だな、てめえ。なに、待てよ、ナランジャー。ミス、こいつは敵ではないようだ。気絶してやがる。ただの罪のない一般人だぜ、こりゃ。え、本当かよ。やばい、俺どうしよう。確かにこのシミは取りにくいな。白いスーツに一滴のワインジミは目立つんだよな。弁償なんてできねえよ。この位置ならボタンに見えないこともない。ボタンをつけりゃ隠せるぜ。ついでだ、こいつに皿の毒味させてから食おうぜ。そいつはいい。おい、それぐらいにしておけよ。